アウト。ライデオン、カットカット、ライデオン、じゃん。はいはい、お家帰ろうか。よいしょ。ぽい、ザルで。ライオン、ザルドゥ。今日は羊さんたちの、なまっちゃった、羊さんたちのお世話にしに来ております。こっち側の群れの子たちとお腹すいたね。かわいいねあなた。この子は、シュルサフォークと、お腹すいててね、みんなめいめい言ってるんで、これからご飯をあげたいと思います。あれカットどこ行ったかな。カット。お仕事補助のカットがいなくなった。あ、おったおったおった。よしよしよし。じゃあちょっとご飯あげます。おいしいね。いいねいいね、みんないっぱい食べております。さっきね、カットとちょっと仕事したんですけど、まあね大したことないんですけどね。日中はね、暑いのでこの子たちは、森の中のところに、ボックにね、おりまして、夕方になって日がかけてくると、こっち側の、畜舎の方に移動させるという、ことにしてるんですね、してるんですね。それで、ちょっとね今日は担当さんがいらっしゃらないので私が、こうやってたまにね、ご飯あげに来たりとかするんですけれども、初めて、森の中からこっち側に移すことをやりました。結構緊張するんだよ大したことないんだけど、まあね、カトリにとってはねいい経験になるんで、よろしいんじゃないかと思います。足を洗いたくないがために一生懸命、手をかけお金をかけ、やってきております。まあやっぱね手前はどうしてもねここでザザってターンするんで、もうハゲ散らかしてるし、もうこういうところはもうあちこちおしっこしてるんでハゲちゃってて、まあこれはあれだね、ちょっとずつ植え替えなきゃダメだね。しょうがない、6頭もいればねシワのハゲ散らかしはまああるあるですよ。ということでですね、奥の方はスプリンクラーが、水やってるのでちょうど今ねやってるとこなんですけど、奥の方は比較的、落ち着いておりますね。ジムちゃんが触れてるんだけど、こっち来たこっち来た、スプリンクラーが、まあ、あの人ね、ジムはですね水がめっちゃ好きなんですよ。なんでだいたい
水がまきが始まるとああやってね、スプリンクラーでバーンしてるんですよ。やっぱね、謎ですわ楽しいの。あって水が出てくるのずっと眺めて時々パクってやってね自分他の子たちはね、ああいうこと絶対しないんでね。ね。ジムだけだよね、ああやってね。スプリンクラーのバーンしてるのね。まあこんな感じでですね、芝、3月末に植えたものが今、7月の終わりですけれども、4ヶ月ぐらい、経って、まあこんな感じに、なりました。今ちょっと芝刈りとはしてないんでね、ボサボサしてるんですけど、まあいまいちね、雨が降らないんで、水足らないから、まあ追加で水まいたりとかもしてるんですけどね。うん、こっち来るこっち来る。でもやっぱりね、スプリンクラーが効いてるところはやっぱりちゃんと芝が定着していい感じになってますね。やっぱね、もう一個スプリンクラー入れるとどうしても水圧が弱くなっちゃって、こううまく飛ばなくなっちゃうんでね。なので、あっちからこう勾配がかかってるんで、上の方から下の方に水が流れてくれるといいなと思っているんですけどね。どんなもんでしょうか。出たスプリンクラーの番をする男かわいいな自分謎。そこ涼しいのねえ、地面に濡れてるけど、ジムちゃん、ジムちゃん、スプリンクラーの水がなんか5個を刺してるみたいに可愛いなお前は。ジー、ちょっとパイちゃんはいいよ、もう邪魔っけ。パイちゃん、パイちゃん、はい、遊んでて一人で。ジムが可愛いのよ、見てごらんなさいよ。ニコニコしながらスプリンクラーの前にいるんだよ。だろ。飛ばないよ。ということでですね、相変わらずスプリンクラーの水浴びって喜んでるなどくんがおります。いいわ。あーもうあーお前もびちょびちょやん